東インド艦隊は19世紀に存在したアメリカ海軍の艦隊。1835年に設立され、1868年にアジア艦隊へと名称変更される。なお、言語はフリーイートではなくスコードロンであり、東インド戦隊と訳される場合もあるが、1902年まで米国にフリーイートは存在せず、それまではスコードロンが 最大の戦闘艦グループであった。一般的に戦隊は艦隊の下部組織として編成されるため、役語として艦隊が使われた。アルフレッド・トーマスはゲート画によるピーコック号。調査船としての姿1830年代、米国とアジア諸国の交易は増加しつつあり、また捕鯨船の活動もあったが、これらはすべて民間の活動であり、アジア諸国との正式な国交はなかった。 このため、アンドリュー・ジャクソン大統領は、1832年に、エドマンド・ロバーツを匿名施設とし、デビット・ガイ・シンガー・チューサーが艦長を務める、戦闘スループ・ピー・コックをアジアに派遣し、東南アジア及び東アジアの国々と何らかの条約を結ぶことを指示した。その際、特に日本に関する情報を注意深く収集し、さらには正式な施設は別に送るにしても、 状況が許すならば新任状を提出してもよいとも指示した。ロバーツはシャムとマスカットとの条約締結には成功したが、高知ナまで到達した時点で中国及び、日本との交渉は困難と考え、米国に引き返した。1835年にはロバーツは二国との批准書、交換を呼び寄与し、日本との交渉のために再びアジアに派遣された。今回は、 エドマンド・ケネディ大将を司令官とし、ピーコック及びスクーナー・エンタープライズを派遣した。ここに東インド艦隊が誕生する。しかしながら、ロバーツは中国で死亡。1836年中頃、ケネディも日本との交渉には、自身の資格では不十分と考え、交渉を諦め、太平洋を横断して帰国した。ジョン・ W ・シュミットがによる、 コンステレーション号1839年11月3日、清と英国の間に、アヘン戦争が勃発した。米国は中立を守ったが、中国地域の米国人保護のため、ローレンス・カーニー大将を東インド艦隊司令官に任命し、関令42歳の老朽フリゲートコンステレーションと、戦闘スループボストンを派遣した。カーニーは1842年3月に、 中国に到着、戦争は、間もなく終了した。両国が締結した南京条約の情報を入手した。カーニーは、米国も、新と同様の条約を結ぶべきと考えた。カーニーは正式な資格は有していなかったが、巧みな交渉を続け、在新米国特命全権行使、ケーレブクシングの到着を待って、防火条約が締結された。これは、米国と中国で結ばれた。 最初の条約であった。なお、クッシングには日本との通商公開条約を交渉する権限を与えられていたが、具体的な動きはなかった。コロンバス号1845年東インド艦隊司令官に任命されたジェームズ・ビドルは、防火条約の批准諸交換のため、進行しアレクサンダー・エイバレットと共に中国に向かった。エバレットとビドルにも、 両人のいずれかが日本に行き、貿易をする気があるか確認し条約を結ぶように指令されていた。このため、1846年7月20日、ビドルは、戦列艦、コロンバス及び戦闘スループビンセンスを率いて、浦賀に入港した。浦賀を選んだのは、長崎では、オランダと問題が出る可能性があり、首都である江戸から離れすぎていると考えたためである。 しかし、条約の締結は、浦賀奉行に拒否された。ビドルには、辛抱強く、敵外心や米国への不信感を煽ることなく、交渉することが求められていたため、数日の滞在で、浦賀から退去した。その後、ビドルとその艦隊は、太平洋を渡って、南米へと向かったが、米北戦争の勃発により、太平洋艦隊に合流すべく、カリフォルニアに向かった。 クリーンの上官、プレブルセン八百四十六年六月五日に、エゾ中央期でアメリカ捕鯨船が難破し、日本に上陸した船員は、長崎に抑留された。また、日本人に英語を教えたいという自身の意志で、日本に入国した、ラナルド・マクドナルドも同じく長崎に抑留されていた。東インド艦隊司令官である、デビット・ガイ・シンガーは、このことを、関東のオランダ領事から聞き、 部下の搬送戦闘スループプレブルの艦長であるジェームス・グリーンに船員らの救出を命じた。グリーンは1849年4月17日に到着した。日本側はプレブルの長崎への侵入を妨害しようとしたが、グリーンは日本の船の列の間を塗って進み、長崎湾に怒りを下ろした。日本側の脅しにもかかわらず、 グリーンは捉えられている全員の解放を要求し、また、米国の軍事介入の可能性をほのめかした。オランダ省官の手助けもあり、4月26日には全員が解放され、グリーンの元に送り届けられた。これは鎖国中の日本に対する最初の外交的成功であった。帰国後、グリーンは米国政府に対し、日本を外交交渉によって開国させること、 また必要であれば、強さを見せるべきとの権威を提出した。彼のこの提案は、マシュー・ペリーによる、日本開国への道筋をつけることとなった。フィルモア大統領は、日本の開国を目指し、東インド艦隊司令官、ジョン・オーリツクにその任務を与え、1851年6月8日に、上記フリーゲートサスケハナは東インド艦隊の帰還となるべく、 極東に向かって出発した。しかしながら、翌年関東に滞在中に、王立区大将は病気となり、代わりに、マシュー・ペリー大将が、ミシシッピ号で極東に向かい、上海到着後、サスケ花を帰還とした。ペリーは1853年に、東インド艦隊の4隻の艦艇を率いて、日本を訪問し、翌1854年には、合計9隻の艦艇を用いる。 いわゆる奉還外交を展開し、日本の開国に成功した。1856年から1860年にかけてのアロー戦争中、少なくとも2回の戦闘に、東インド艦隊の艦艇が関与した。戦争が開始された時点で、アメリカ合衆国のフリゲート、サンジャ・シント及び2隻の戦闘スループ、ポーツマス及びレバントが、玉ソいのシンの要塞を攻撃している。 この戦闘は、玉江要塞の戦いとして知られている。二度目の関与は1859年の第二次大古砲台の戦いであり、1859年6月には、ジョサイア・タットノール大将は中立を破り、イギリス及びフランス軍と協力して、大古砲台を攻撃した。この際に彼は、血は水よりも腰と述べている。なお、タットノールは帰国にあたり、 ポーハタンで第一回の幕府県米施設をサンフランシスコ経由パナマまで送り届けている。ワイオミング号日本の開国後も過激な上位政策を取っていた長州藩は1863年と1864年の2回に渡り列強諸国と武力衝突を起こした。当時米国は南北戦争の最中であり、アジアには大規模な艦隊を有していなかった。 しかしながら、南軍のスクリュー戦闘スループアラバマの追跡のため日本に滞在中であったデビッド・マクルガル中佐が艦長を務めるスクリュー戦闘スループワイオミングが1863年の戦闘に加わった。1864年当時は、南軍の死略船からが衆国艦船を守るため、シセロプライス外相がアジアに派遣されており、 搬送戦闘スループジェームスタウンに正機を掲げていた。しかしながら、ジェームスタウンは搬送であるため、他国の蒸気軍艦と行動を共にすることができず、このため、横浜でスクリューショーセンター、キアンをチャーターし、30ポンドパロット砲を搭載し、一時的に東インド艦隊に編入した。ダキアンは4カ国連合艦隊17隻の一隻として参加し、 陸兵を上陸させている。また戦闘中に砲弾18発を発射した。なお、この戦闘の賠償金として、米国は78万5千ドル87セントを得たが、これは不当なものであるとして1883年2月23日に、チェスター・エーアーサー米国大統領が日本への賠償金返還を決定した。歴代東インド艦隊司令官は以下の通りである。 司令官の階級は代償であるが、1862年までアメリカ海軍には提督が存在せず、大佐が一時的に艦隊の指揮を取るための臨時職であった。最初の少々司令官はヘンリーベルで任期中に東インド艦隊からアジア艦隊に名称変更が行われた。ありがとうございます。